はようございます。タモンマテリアル、マテリアルの高見頃です。タモイのジューラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにどんどんチャレンジしていく、ムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組です。ということで、はい、本日は、3月の13日、はいはい、もう半ばですね。もう半ば来ましたよ、3月、はいはい、そして、まあ前回収録時では実はもうすでに配信時点では開けてるんですけど、収録時点では開けてなかったんで、そうですね、分からずに7日に開けるんですよねみたいな話をしてたと思うんですけど、2月末で宣言自体は解除に、そうですね、はい、大阪市内は9時までの営業短縮、8時半までお酒の提供、そうですね。どうですか、でも開けてからの営業は。そうですね、まあ、でもやっぱりなんか街あんまり人おらんよね、やっぱり夜になると。うん、そうですね、まだね、受け切れてないから ね、まあ、宣言の時も大概8時過ぎて9時ぐらいになったらもう本当に、うん、この街どうなってんのぐらい深夜やったっけみたいな感じで、もう本当人歩いてなかったですもんね、本町界隈とか、まあ、電車もね、少ないし。そう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 、電車なんかどんどん間引き運転になっていって、ね、うん、あ、ちょうどあれや、3月13日ですよ、今日からのダイヤ改正ですよ、あの JR が。もうそうなんや。そうです、そうです、はいはい、だから新ダイヤになって、うん、前は間引き運転みたいな形だったのが、はいはいはい、今度は完全にダイヤを変えちゃうっていう、はい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 、だから新しいダイヤで本当に人の少ない時間帯はもう全然走らないみたいな感じになってるみたいですけどね。さて、果たしてそれが、いいのか悪いのか、はい、どうなんでしょうっていう感じではありますけど、はい、ちょうどだから1年前ぐらいから始まったわけですよ。そうですね、コロナちゃんが、うん、そうですね、はい、年末ぐらいにあれとかっていう話はあったけど、まだそんな表沙汰になってなくて ね、そんなにで2月ぐらいにあら国内初感染ですかみたいな話が出てきて、まだ全然気にはしてませんでしたね。そう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 、で3月、いやいけんちゃうとかって思ってたのが、はい、3月ぐらいになったらボコ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 出てきて、そうですね、末ですね、ね、うん、で5月のゴールデンウィークを抑えるために4月ぐらいから、うん、抑えていきましょうという話になったんですよね、はいはいはい、ということで、我々が、企画していたカムイ映画祭りが結局できなくなり、この3月13日時点でもうそろそろあれやなということで、うん、はいはい、決めたみたいな感じでしたよね。そうですね、いやいやいや、あれから1年ですよ。そうですわ、あれから1年ですわ、うん、本当に。まあまあ、1年か、まあ1年だったらね、やっぱあっちゅう間ですね。なん、うん、でかというと、あんまり何もやってないんですよ、うん、動けてないからね。ただそのなんか月々は結構長く感じる、うん、いや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 、長いです、長いです。結構充実してたなと。やれてないんだけど、うん、代わりにやり始めたこととかいっぱいあるじゃないですか。まあまあ、この番組もそうやし、はいはい、まあ、いろんなことをね、結局、ね、やり始めて、うん、ね、マテリアルはマテリアルで、マテリアル通信毎日やってたりとか、そうですね、ある意味新しい日常というのがね、はいはいはい、やっぱり僕らの中でも始まっていってたっていうのは確かなんですけど ね、はい、ね、はい、まあまあ、これ明けましたから、で次、まあオリンピックに向けてとかいろいろあるとは思うんですけど、うん、まあ、あるんかないんかは分かりませんけどね、ここからマテリアルもまた新しい企画をね、はい、どんどんやっていこうって感じですよね。そうですね、まあ、1時間伸びたらね、やっぱり全然ちゃいますしね、うん、そうですね、まあ、チームラッシュにしても、はいはいはい、やっぱ全然余裕、いや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 、だってこの収録だってそうじゃないですかこの収録も8時に終わらなあかんで、そうですね、もうバタバタですやん、もうほんまに1時間大きいですよ、はい、前回の収録はもうやばいやばい言うて結局ね後半の収録がものすごい短くなりますから、はいはいはい、ということをバラしたりとかするんですけど、はい、はい、そうなんですよね、まあ、そんな感じで、1年間過ごしてきたと、そうですね、いうところでですね、はい、1年ぶりのリベンジを果たす内容を今日は言いたいというので私は来ております、はい、去年の3月21日に、はい、本当は東大阪市で、はいはい、私の第2作目の、はい、お坂部さんも出演しているという、そうですね、出てますねそうそう、あゆみも出演してるね、はいはいはい、あゆみはもうね、4番目やからね、名前がね、うん、もうやってほしくてしょうがないよねはい、やってほしいまあ、ある意味代表作と言ってもいいんじゃないかなっていう、ぐらいの大写しのね、ものすごい、ね、シンクロの演技もたくさんあるという、はいはいはい、やつなんですけども、これが、うん、コロナでできなくなりっていう感じですよね、はい、
まあ、それこの作品撮った何月でしたか。これがね、暑かったですよ。暑かったですよね。7月です。あ、そうか、7月か。7月の、3日間で撮って あと何日かあの別撮りしたみたいになったりっていう感じ。あ、そうそう、3日プラス、5日間で撮ったんですよ最初、はいはいはい、で、撮りきれへんかった分を、別日で撮ったっていう感じで、はい、まあ大体1週間かかって6日か7日ぐらいで撮りましたね。そうそうそう、うん、暑かったっすよね、あの山の上とか。暑かったですね、はい、まあ、荷物持っていくの大変でしたもんね。大変でした、大変でした。てな話をですね、今日は、なんとあのまたしても私、はい、チャレンジャーになりまして、あ、その話を、はい、プレゼンを、はい、させていただきたいと。はいはい、これがようやく、3月17日ですね。はいはい、今月の17日、もあと4日後に、はいはい、に、上映と、はい、ようやく東大阪で、うーん、まあ、その辺の話もちょっとまた、はい、10分の中でさせていただきたいなと思ってますので、はい、皆さんお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ではすいません、判定員の皆さんよろしくお願いします。はい。はい、なんかあれよね、あの前回モリモリやったからね、なんか後ろ4人並んでたもんな。後ろなんか1人多かったもんね、なんか。それでは今日の、はい、このプレゼンありかなしかに、はいはい、登場していただきました。はい、日浦さんで、日浦監督でございます。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日は、はい、まあ、今もう言いましたけども、そうですね、はい、はい、10分間で、はい、はい、プレゼンをしていただきたいと思います。はい、はい、早速始めちゃっていいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ判定の方よろしくお願いいたします。はい、ではこのプレゼンありかなしか、よーい、スタート。ということでですね、私、まあ、カムイエンターテインメントの、はい、まあ、代表取締役監督をさせていただいてます日浦と申しますけども、私のですね第2作目ですね、はい、1作目は、まあ、太陽のドロップキックっていう、はい、まあ、神戸で撮らせていただいた作品だったんですけど、はい、この2作目はですね、まあ、ほぼオール大阪ロケですね、はい、で、撮らせていただいた作品でして、こちらにチラシがあるんですけど、はい、まあ、これはあのイベントのチラシにはなるんですけどね、こちらにも書いてあります、大きな木になりたいというね、作品でございます。はい、で、この大きな木になりたいという作品がですね、もともとはこれ何かというと、はい、あれですね、日本移植支援協会さんっていうね、まあ、NPO 法人がありまして、臓器移植の啓発活動をやっておられる、まあ、団体なんですけれども、その臓器移植を、まあ、啓発するということなんですけど、これ結構ね、あのみんな勘違いされてる方がすごく多くて、はい、なんか臓器移植っていうとどうしても、何でもかんでもイエスって言わなあかんみたいな、なんかそういう空気があったりとかなかったりとか、命のことなんでっていう、はい、なんかすごい大冗談に構えられちゃうんで、すごい難しい話かなってみんな思っちゃうんですけど、実はあの僕たちが一番伝えたいのは、はい、やっぱりね、この ここなんですよ、命のお話なんですよ、はいはい、ここなんですよ。だからあの大冗談に構えてとかそういう話じゃなくて、あの誰にでも起こりうることなんですよね。あの、そうですね、臓器移植っていうのは、あのもちろんもともと先天的に心臓が悪いとか、はいはい、内臓がどうだとかっていうので、はい、要は臓器を 誰かのものと取り替えなきゃいけない、はい、で取り替えの効く臓器だったらまだいいんですけど、取り替えの効かない、心臓とかっていう場合には、はい、当然ながら誰かの、まあ、命が止まることを前提にして心臓をいただかなきゃいけないという話になるわけですよね。はいはい、でこれに、まあ、賛否があるというわけで、で結構ね、宗教関係はあの全体的に反対っていう場合が多いんですよ。うん、あの日本仏教会が反対されてたりとかいうのがあったりとかもするぐらいなので、なかなかその宗教的に受け入れられない部分っていうのは確かにあるんですけども、ただよくよく考えてみてほしいのは、これその誰かの命が今目の前で失われようとしているに対して助かる方法があるんだと、はい、でこの助かる方法があるんであれば、それをやるのやらないのっていう話なんですよね。でそれが宗教的にはよろしくないとか、
はい、あの倫理的にどうなんだみたいな話で、実はクリアすればできるというより海外では普通にやられてるわけです、はい、うん、でそれが、日本国内ではなかなか難しいという話になって、皆さん海外に行かなきゃいけないので、街頭募金やあるいはクラウドファンディングみたいな形で、はい、大体今は3億から4億ぐらい集めて、皆さん渡航して、はい、海外で、臓器移植を受けて帰ってこられる、はい、みたいな話になってるわけですね。でところがこれが日本国内でやったら保険でほぼゼロ負担が、もちろんあの本当はかかるんですよ、かかるんだけどそれはあの全部保険で賄われるんで、はい、あのほぼゼロでできます。でも日本国内ではなかなか難しい、いろんな問題があって、はいはい、それをクリア、何かをクリアすればできるってことですか。ね、いくつか問題があります、はい、でまあその辺の詳しい話を実はここでやるという、はい、この命の映画と講演会っていうところでやらせていただくという、はい、形なんですね、はい、だから、まあ、法律的にクリアしなきゃいけない、あるいは制度的にクリアした方がいいとか、はい、いろんな問題もあるし、まあ、もちろんその、心の問題っていうのもクリアしなきゃいけないとかいろいろあるのはあるんですけど、はい、あの大事なことはその1万、まあ、今で1万4、5千人ぐらいの方が、臓器移植を待ってらっしゃるんですよ、日本国内、はい、日本国内、はい、でその方の中で年間500名ぐらいの方が毎年亡くなってきてます。もう待ちきれなくて間に合わなくて、はいはい、でその状態で急いで渡航して成功して帰ってくる人もいれば失敗しちゃうっていう場合もあるわけですよね、はいはい、でその失敗する可能性が高いからやらない方がいいのか、それとも失敗してでも、その可能性にかけるという方に行くのか行かないのか、何パーセントかね。そうなんですよね、はい、でまあ、そういう、まあ、どうしてもその、ね、日本人と外国人の心臓だったりとかするとね、はい、その適合率とかっていうのがどうしてもありますから、はい、今はね薬で、まあ、抑えられたりとかもするんで、かなり成功率上がっているのも確かなんですよね、はい、なんですけれどもこれがなかなか、やっぱり目の前にいる人が脳死と言われても、うん、寝てるようにしか見えなかったりとかするんで、はいはい、というような問題もあるんですよね、はい、で実際この、お話は、これですね、こちらですね、はい、この、まあ、3人がメインのこと で4人目に本当はここに、あずさんがいるんですけど、はい、メインこの3人だから一応この3人になってるんですけど、はい、ね、この主人公の男の子と、この女の子が、まあ、うん、それぞれいろんなドラマの中でこう混じり合っていくという話に一応なってはいるんですけども、そこに男の子のお母さんとして川上麻衣子さんにもご出演いただいて、はい、すごい演技を見せていただいてますけどね、はいはい、これを一つのネタというか元ネタにして皆さんで話し合っていただきたいっていうのがまあ僕の考えてることなんですよね、はい、3分はい、だからどうしてもそのなかなかね命の話とか突然日常会話なんかで、あのさ俺さ死ぬかもしれへんやんとかっていう話で突然するのは難しいじゃないですか、うん、なかなか出ないですね、出ないですよね、出ないですよね、俺いつ死ぬか分かれへんからさとかそんな話を普段からするってなかなか難しいんですけど、こういう映画を見た後であれば、そうですね、はい、やっぱりちょっとそういうきっかけにはね、そうなんですよね、これをきっかけにして大切な人と今日見た映画の話やねんけどな、はい、あれもしあれが自分やったらどう思うとかっていうような話を、まあ、例えば恋人同士でする、あるいは、ご夫婦でする、あるいは親子でする、はい、そういうことを、まあ、元気なうちにやっとけばいいわけですよ、はい、でも口が聞けなくなっちゃう、あるいは意識がなくなってからその話しようと思ってできないじゃないですか、はい、で一番悲しいのがね、まあ、この中でも出てくるんですけども、亡くなってからドナーカードにサインされてるのだけが出てきたときに、これどう受け止めるっていう話にどうしてもなるんですよ、まあ、成人であれば、あ、そういうつもりやったんやなって言って、はいはいはい、受け止めることができるかもしれないですけど、もしお子さんがお父さんお母さんに何も言わずにサインしてたみたいなことがあったりとかしたら、はいはい、お父さんお母さんとしてはどう受け止めるべきか、はい、ね、そうですね、その意思を尊重すべきなのか、それとも自分たちの気持ちを優先すべきなのかみたいな話に多分なると思うんですよ。だから僕はできれば元気、お互いが元気な間にですよね、はいはい、
あの俺はこう思うんだけどっていうような話をお互いにしといていただけると、まあ少なくともなんでしょう、そういう場面がね、まあ、来ないことは大前提なんですけど、はい、来るかもしれないその未来で、悲しい思いを少しでも和らげることができるかもしれない、はい、と思っているので、ぜひですね3月17日ですね、はい、東大阪市の、近鉄奈良線なんですけど、はい、若岩田駅で降りて目の前です。もうめっちゃでかいキラリビルってあるんですよ、はい、それの6階にあるイコーラムホールと240人定員のところなんですけども、はい、まあ、これ無料で、無料ですか、はい、ご参加いただけます。で、第一部で、この上映と講演会があるんですけど、はい、それ終わってから、コンサートミニコンサートみたいなのもあったりします、ね、はい、演歌の方が歌われますので、はいはい、よかったらそちらまで含めて、無料という形になってますので、はい、ぜひ、ご視聴いただけますか。これ水曜日なんですよ。だから平日の1時開場、1時半スタートという形になってますので、はい、まあ、これらの方限定されるかもしれませんけども、もしお越しいただける方、どういうかな、どういうかどうなんですけども、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、ということで、今日のプレゼンは、日浦監督でございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたら、ね、はい、早速、はい、鑑定の方に行かせていただきたいと思いますけれども、はい、はい、よろしいですか。はい、お願いします。よろしいでしょうか。はい、それでは今日の鑑定をお願いいたします。せーの。はい、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 まあ、そりゃそうやわな、そりゃそうやわな。ここ出演者2人おるし、出演者2人おって、監督おるやから、これで罰出たらどうなってんねんと思うじゃん。僕これ出るために髪の毛黒にした、うんうん、そうなんですよ。金髪やったのを、そう、はい、先生ね、お医者さんの役やったんでね、はい、これ金髪まずいんで黒にしてくださいって言って、はい、黒にしていただきました。はい、そうなんですよね。そうです。いや、あれ暑かったもんな。めちゃくちゃ暑かったっすね。はい、炎天下にもかかわらず、はい、逃げる場所のない山の上っていう、ね、そうですね、日陰全然なかったっす、ね、かったですね、はい、あれはやばかったですね、はい、大正区のね、そうですね、昭和山っていうね、はい、ところで、そう、大正区民や、大正区民、そう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 ですよ、そうですよ、そうです、家が、まあ、近くはないんだけどね。そうですね、チャリで行ける距離、ちょっと距離はありますけど、まあまあね、そうなんですよね、はい、いやいや、なかなか思い出深い作品ではありますね。はい、はい、そうなんです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ぜひ、はい、たくさんの方に見ていただきたいなと、来ていただければ、まあ、当然この3月17日にもやるんですけど、はい、またそれ以外にもですね、上映会は順次、仕掛けていきたいなというふうに思ってますんで、はい、ぜひお近くでこれまた見てみたいなとかいう方だったら、うん、お声かけていただけば上映をマテリアルでもね、はい、あ、そうそうそう、マテリアルでもね上映したいと思いますし、はい、当然カムイ映画祭りでは絶対これかけますんで、それをやりたいなとは思ってはいるんですけど、はい、ということでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ、あゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、お店の情報を持ってまいりました。はい、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 土曜日ボードゲーム大会が1時から開催いたします。お、はい、1時からです。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、あともうね、もう数時間後です。はい、はい、になっております。会費が1500円で、はい、おやつ付きとなっておりますので、はい、ぜひぜひたくさん、来ていただいて脳トレを一緒にしましょう。脳、ね、はい、トレ、ね、です、はいはい、はい、その次の週の20日が、はい、ワイン会となっておりまして、うん、はい、今回は16時から開始になります。はい、はい、で、まあ、会費が2000円プラス、おつまみ付きとなっております。たくさんね、はい、ワインを、はい、試飲しながら、ね、はい、知識を取り入れていきましょうというイベントとなっております。はい、あと毎週月曜日はチームラッシュをやっております。大きく走っておりますので、ぜひぜひお越しください。いや、またね、ちょっと気温が上がってきたから、はい、そうです、めっちゃ走りやすくなってきて、ね、めっちゃ走りやすくなってて、まあ2月の後半ら辺で、うん、梅がね、大阪城の梅がめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。そうそうそう、マテリアル通信でも梅が綺麗な大阪城公園言ってたよね。はい、で、まあ
いろんな、ね、景色をまた楽しみながら、大阪城を走れるので。そうなんですよ、あの、はい、大阪城公園って、ね、四季の、ね、顔がいろいろね、あの、いろいろ話していたりする、はい、楽しいです。はい、ぜひぜひ皆さんで走りましょう。はい、はい、19時から走りのスタートしますので、それまでに着替えとかいろいろ準備をしていただけますので、ぜひぜひお越しください。はい、はい、お待ちしております。はい、では、バイバーイ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ高橋さん。はい、おい、おはようございます。おはようございます。シネマ2のコーナーです。はい、大きな気になりたいに出ておりません。シネマコミュニケーター高橋白木です。よろしくお願いします。そうですね、なんかよくありましたかね。いや、うん、うん、プールサイド掃除する。あ、いい、よかったな、それな。早く、もうちょっと早く出会ってからね。30歳、エキストラで10秒ぐらいですけどね。そうなんです、今日ね、初めて番組でお見せします。はい、それシネマコミュニケーターの少々、おなんでこれ。いつも、ね、言葉だけなんで、ちゃんとあるぞというところを見せたいと思います。はい、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 はい。で、今日はですね、うん、なんと、ね、ちょっと福祉系が、はい、以前あの、はい、これ来られましたよね、はい、ドライブインお化け屋敷、はい、インヨロベース、はい、昨日から、はい、はい、昨日から始まってますんで、はい、やっと今日はそれに合わせてちょっとお化け屋敷の映画をご紹介したいと思います。はい、はい、怖かったですね、本ちゃんの。いやいやいや、あの2人で、あのおっさん2人で体験して、はい、あの体験機を上げて、特別戦で上げてたんですけど、まあ、あの時も、まあ、耳を塞いでたんですけども、はいはい、私が映画見ながら怖い映画耳を塞ぐんですけども、耳を塞いだ映画を2本ご紹介したいと思います。はいはいはい、1本目はこれですね、はいはい、そのままどうぞ、ね、はい、ゴーストハウス、2007年のアメリカ映画ですね。はい、2本も7月21日から公開して、まあ、90分という、ね、はい、作品なんですけども、まああのお化け屋敷っていうか、うん、引っ越してきたところね、よくありますよね、悪魔の住む家とかありますけど、まあ、引っ越してきた家に何かがおるというのが、あの親は気がつかないのに娘さんが気がつくというパターンで、はいはいはい、子供が気がつくという、特に、まあ、女性が多いんですけどね、そういう話ですね。はい、この屋敷には何かがあるという、はい、その、まあ、黒いカラスが出てきたとかいろいろする映画でございます。はい、監督はパン兄弟という双子の、パン兄弟、パン兄弟、パン兄弟です。11月11日お米じゃないですか。はい、11月11日生まれの双子なんです。へえ、で位置が4つなんでます。そういう監督が出てまして、制作がサムライズです。あー、出た、ね、資料の腹渡しリーズとか、はい、スパイダーマン、スパイダーマンね、はい、で、まあ、ちょっと、ディスりますけどね、はい、残念だったオズの始まりの戦いとかありますけど、はい、今年は一応新作予定されてます、うん、これが制作に入ってますから、はい、怖さには問題ないと思います、はい、で制作がロブ・ダバースさんといってサムライズ監督の作品を中心に撮るって言ってます。で、主演のこの女の子がですね、パニックルームでいうね、うん、これも残念な映画ですけどもね、はい、ジョディ・フォースターの娘役でた、あー、あの子がこれです、この子です。おー、そうなんや、はい、俺パニックルーム見ましたよ。はい、ほんで、この子はトワイライト・オブ・サーガシリーズに出てるんですよ。うーん、あの、私見てませんけどね。なるほど。で、チャーリーズ・エンジェルズ、去年ですかね、はいはい、リメイクの分が、うん、日本でも公開されましたけど、うん、それにも出てますよ、っていう感じです、はいはい、だから割合ですね。ほんで、あの、まあ、ディーラン・マクダ・モットさんという方が出てるんですけども、それは1987年がハンバーガーヒットでデビュー作の方も出てます。あのディーランって別にチャリンコ乗ってるディーランじゃないですか。で、お母さんかな、お母さんかな、ベネロブ、これネタが古いから、ベネロブ・アン・ミラーという方が出てる、はいはい、これがあのアーティストのアカデミー賞というアーティストの主人公の奥さん役だった方が、ちょっと年若い時から出ておられますね。はい、で、この人もベビーシッター・アドベンチャーで1987年にデビューしたという、はい、そういう感じでございます。はい、でこれも割合不気味な映画です。うん、それがびっくりさせたというよりも、はいはい、どちらかというと不気味な、はい、サスペンスっぽい。そうですね、はいはい、ご覧いただきたいと思います。はい、多分、DVD とかでもレンタルできますので、ご覧ください。はい、そしてもう一つが、はい、ホルナイトです ね、 ね、これ昔で言うとテーブハウスとかね、はい、フロムナイトとかね、はいはい、ホラー映画あってくっつけただけの話ですけどね、テーブナイトということで、あの、なんか、で、まあ、これはあの、まあ、そういう学生たちのサークルの、はい、まあ、プロムみたいなパーティーがあって、はい、新しい、入ってきた人コーラを、まあ、お化け屋敷というか、うん、あの 廃墟のところに連れて行って、うん、はいはい、肝試しみたいなね、そうサークルメンバーが、はい、びっくりさせて言うので始まるんですけども、はいはい、実はそのところが、その屋敷には狂った殺人者がちゃんといたという、はい、なんでですね、これはまあ本当にもうお化け屋敷のように、はい、ヨロベーさんですけど、はい、それがなんと、あの、自然だ、DWS、悪魔といえば
リンダブリアですね、出ております、はい、で4人のうちの、1人スーキー・グッドウィンさんはもう本作しか出てないですね、はい、でもう1人ピーター・ハートンさんというのは13日金曜日完結編見えてます、で、ヴィンセント・バン・バタンという人が出てるんですよね、はいはい、これまだいつか喋りたいと思います。イエスタデーという、ベトナム戦争の観客映画に出てた、はい、作品でございます、はいはい、これヘンナイトはね、はい、最後の方にねめっちゃびっくりするネタがある。でも実は、まあ、見ていただくと分かりますけど、先ほどゴーストハウスを説明させていただきましたけど、ヒントはそこにあります。あら、ヒントはそこになって、それがこの映画のネタになっております。なるほど。ネタはネタバレになっておりますんで、ぜひともゴーストハウスとヘンナイト見ていただいて、はい、あ、それが言いたかったんだっていうのは、はい、今の紹介の言葉の中に、はい、映画の中にはありますよ。なるほど、はい、このヘンナイトのオチはそれなんです。なあ、ちょっと今考えてるので、なんかそういうことかになってしまいますけど、でもまあ、いい作品ございますね。見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ということでエンディングでございます、はい、なんか今日寂しいね、なんかね、なんか最近あのほらゲストというか挑戦者がいっぱい来てくれて、まあまあワイワイやってたんですけど、今日なんか4人だけとか、まあまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、いつもこれでこのメンバーでやってたんですけど、そうですね、最初はね、ね、そうそうそう、なんか なんや言うたら、高橋さんがスタジオに来てやっぱちょっと盛り上がるよねみたいな話をしてたぐらいやったにもかかわらず、4人になったら何となく寂しいなっていうこの感覚が不思議でしょうがないですね。はい、はい、そうですね、まあ、あのまたねこ の,、まあ、このプレゼンありかなしかっていう、ね、はい、コーナーでも、どしどし、はい、プレゼンをしに来ていただきたいと思ってますので、はい、ぜひですね皆さん、このマテリアルでね、可能性を、チャレンジというか、あの試しに来ていただければなと思うんです。はい、はい、とはいはい、明日はホワイトデーですよ。おあー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 ありがとう。今日の晩飯にして。今日の晩飯は、はい、はい、ありがとうございます。すごいすごいすごい。すごい。やったー、たくさん。これ買うのにちょっと寄り道とった。そういうホワイトだ。そうそう。白いからね。白い。店長かな。あれ。まあ僕はまた。まあまあまた。明日ありますか。はい。はい、というようなことがございましたけど、ね、ありがとうございます。はい、はい、まあ、皆さんも明日ね、ホワイトデーですから、そうです、ね、もらった人は皆さんなんか準備、はい、今日中に準備した方がいいですよ。はい、はい、今日中に準備しないと後で何言われるか分かりませんからね。はい、皆さんご準備の方よろしくお願いしますということで、はい、また今週はこれでやりたいと思うんですけども、はい、はい、またですね来週からどんどんいろんな、ね、ことにチャレンジしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。